Here we go! ファイヤーしてやろう。アスカスタムレイヤーの効果すらし登録したくても惜しまずに掴みに行く。ワンチャンス。今日は7月24日ウエストのゲネですね。お、あ、顔映しちゃっていい？あ、大丈夫です。伝えウエストですか？ゲネです。今日はゲネ、そうです。ウエストのセットですかね。そうですね、まあ、現まあもうこれほぼ確定って感じですね。今回ねもういろいろとライブベストバージョンでいろいろとや編曲とかなんだいっぱいしたんで、あれですね。ノリ気取っちゃってんの？やっぱね、こういうの真面目にやっとくべきかな。かっこいい感じてるやん。かっこいい感じてるか。この中で一番のね、この中、あ、セットですか？ここと、この最初、はい、この8曲目、ラブサイズね。これとラブサイとはあれですか？と踊るやつですか？そうですね、それとこの後半、はい、この3つがとりあえず肝って感じですね、もう。え、今回のライブはじゃない？一番なんかラブサイ肝なんだ。肝だよ。いや、肝だよ、リコ。肝だよ。肝なんだ。だって踊り、いや、ちゃんと見すれねえよな。見すれないよ、ドキドキしちゃうよ。結構茶番だと思ってるけど。全然本気だよ。いやジャニーズの気分でやってるわ、こっちは。茶番だと思ってる。もうアイドルの気分だよ、俺も。なんか大事っすよね。お客さんからしてお前ら何やってんだよって思うけど。遊びも本気ってロックさんが言ってたけどね。そうですね。遊ぶ。そうそう。だからこのね、踊りもね、もうね、全員、今日ね、手越しゅうやぐらいになった気持ちでやっぱやっていかないと。あ、そっか、今日踊るのか。あ、そこそこ。みんな手越しゅうやいいね。いいよね。ね。とりあえず、頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。しじまさん、はい、ゲネですけどどうですか？行くじゃん。基本的に車に任せるんですか？ゲネですね。なんか彼の場合はちょっとバサバサしすぎてる。いつも通りっすよね。いつも通り。いやでもあれじゃない、いつものスタジオよりね、いろんな人来てくれてるから。そうだよね、そういう意味ではなんか本番っぽさね、新鮮だよね。ちょっと打った時に、ね、確かに普通のスタジオなんてね、俺ら5人で決まるだけなんだけど。これちなみに出る頃にはもう終わってますか？そうだね、これ出る頃にはもう終わってんね。どうでしたかね、ウエストは。まあ俺は多分めちゃくちゃかっこいい感じになってると思ってるんですけど。あ、ほんと違ってたら、すいません。嘘大丈夫です。もう日も暮れましたよ、さっき来た時はもう。じゃあお昼だったのに、ロクさんが来ないし、ロクさんがちょっと今やることやってくれてるんで、それ次第ですね、リハーサル。みんな待ちっすよ。今社長のドラムレッスンです。ドラムレッスン中、コースの人にも教えてもらってるんで、ベースとの話を聞いて、録画来ました。録画来ました。前ね、前に。あ、カオスカオスオブションいる。これ何かわかる？これ何ですかそれ？あのライブ中に音楽聴くの。何聞いてんの？ライブ中に俺はボンジョビとか聴いてる。あのアドレナリン出すぎちゃって、じゃ興奮しちゃうから、ライブ中ボンジョビとか聴いて、うん、落ち着かせて。じゃないよ、グローブがかっこいいんだよ。あ、グローブね。そう、そこ間違われるとちょっと困っちゃう。グローブ嬉しいね、言われてね。すごいね、それね。ここだけでいいの、ここだけ。ここいらない。もういらないんじゃない、上の衣装とかも。他の衣装もいらないよ。ここだけあればいいみたいな。あ、じゃあ次からここだけ頼もうぜ。ここだけ頼む。あの、パンツ履いていいよ。俺の衣装チェンジって言ったらここみたいな。どうも、こんばんは。それ、なんかタンクトップなんだね。そうです。なんかタンクトップなんだ。伝え終わりです。エゴサーチをしてたところです。あれ、エゴサーチなの？あ、これ、え、大丈夫？いや、ダメです。ダメらしい。花が出てたっぽいんで。外に？あ、見てない。ワンちゃん見に行った。見に行った。俺も来たやつか。今日は。
客さんにバレないように今から。俺らは客さんにバレる。バレんなよお前。フリじゃねえぞお前。やばい。これは無理だ。これいけないね。これは無理だ。そこが無理だ。ということで花は厚見に行く。あ無理ですね。花は厚見に行く。後で見に行くことにしよう。後でしましょう。後でしましょう。ね、もうリハーサルで出とったもんね。ごまかせてる部分あったの知ってんじゃろ。あいつごまかそうとしてるもん。元気元気どうしたのそこ赤くなっちゃって。ん、ね、赤くなっちゃってどうしたの髪が、うん、髪洗った方がいいよそれ。髪洗った方がいいよ。はい、ウエストです。照明がいつものウエスト、普通のワンマンのウエストより倍ぐらいの照明を増やしてます。なんかですね、CO2 も出るんで、みんなびっくりするんじゃないですかね、プシューのタイミングで。さっきも俺びっくりしましたね。何撮ってんだよ。何見てんだよ。殺すぞ。はい、大丈夫。後悔させ。川谷は終わったら、僕がなんとかなんとかウエスト、なんとかなんとかウエスト、なんとかウエスト。いや、まあ、なんかコメントする最高だよみたいな、なんか、すごかったら。あ、何書いてんの、これ。リクトです。あ、リクトですよね、は。リクトです。FE 入場した時に、俺 T シャツ投げるんですよ。それの T シャツにね、みんなで文字書いてるんですよ。いやーい、新衣装なんですけどね、片手すごいなんかギラギラだったんですけど、多分ライブ邪魔だから多分ライブ中にはなくなってる気がするな。おっとハロー、いやついにウエストです。ウエストの裏角です。どうです？え？です。今の何チェック？いつもと変わらないよ。いつもと変わらない日々を送ってる、うん、ここは池袋サイバーと一緒。池袋サイバーと一緒だよ。オラのあの伝説のあの一人も乗ってくれない K3 と一緒。あったね、そんな日も。俺たちのね、伝説のシークレットの日は誰一人として乗ってくれないっていう事案を起こしてここまで来ました、うん、あれに比べたらね、どんなライブも余裕だよな。余裕だな。あれやばいよな、本当に究極のライブだったよな。もう鏡に向かってやってんのと一緒だったからね、あれは。そうそうそう、スタジオだかと思ったもん。それで今日も頑張ります。大掛かりなんで ね人がたくさん来ると思うし、ね、セットもすごいからテンションが絶対上がるなって思うのが予想がつくよね。後悔しないライブにしたいですね、うん、頑張ろう。はい、では決めだけね、しっかりしよう。 OK、 ここは決めようってとこだけは。よっしゃ、よいしょ。最初とね、最後決まればお願いします。よっしゃ、決めていきましょう。